はい、本日はですね、2021年の秋冬に視聴者さんが欲しいものトップ7をご紹介していきたいなというふうに思います。ということでですね、ついちょっと前ぐらいかな、僕の欲しいものっていうのは10点ぐらいご紹介させてもらったんですよ。でそれじゃなくて、今回は視聴者さん、僕のこの視聴者さんが欲しいものっていうのをですね、以前 YouTube のアンケートの方でお答えいただいたんですよ。本当にありがとうございます。4000名の方にね、お答えいただいて、僕はこれが欲しいです、あれが欲しいですっていうふうに言っていただいたんですけど、今回ね、なんか分からないけど、アウターが多かったんですよね。だからアウターにくくっちゃってもいいかなということでね、トップ7アウターをご紹介していくということで、今年の秋冬はこれはじゃあ人気ないなと、これ買う人多いんやなと思ってもらったらいいと思いますし、逆に言うとね、この辺っていうのは定番のアイテムでもあるから、1個買っとくと長く持てるというかね、そんな流行じゃないからね、来年着れるか分からへんとかっていうことはないし、5年先ぐらいとか、もしかしたら10年先ぐらいまで全然着ていけるんちゃうかなっていうようなアウターかなと思いますので、それをご紹介していきたいなと思います。ちょうどね、僕が持ってるアウターばっかりなんですよね。だからちょっとここに置きながら、あ、これですよねなんて言いながらご紹介していこうというふうに思いますので、本日の流れとしてはですね、7位から順番に7、6、5、4、3、2、1、そしておしまいという感じでいきたいなというふうに思います。で、僕が考える理由、多分これがランクインしたんてね、おそらくこれが理由やと思いますわみたいなのが明確に分かるやつがあるんですね。特に1位なんかっていうのは、もうこれ絶対この動画見てもらって決まってるやんみたいな感じのがあったりするので、その辺でね、ご紹介していこうということで、まずは第7位からいきたいなと思います。ではこの秋冬に欲しいもの第7位というのがですね、こちらマウンテンライトジャケットになっております。これはね、もしかしたら僕の視聴者さんとかってね、結構マウンテンライト持ってはる方々多いんですけど、色違いで買う方も結構いらっしゃるんですよね。だからこれって 初心者というか、こう入門編のジャケットでもあるんやけども、こうリピート買いされる方も多いということでね、もう今回ご紹介してるのは、これはデニムのジャケットやから、ちょっとバージョンは違うというか、ゴアテックスでもちょっと違うゴアテックス使ってたりするから、細かいこと言うと違うんですけど、見た目はほぼ一緒ですわ。ほぼ一緒で、今年ね、また新色また出てるのでね、それで購入しようかなと思ってはる方も多いとは思います。これは毎年秋と春にね、新色が出てくるということで、この秋冬に新色いいのないなと思ったら、次で春夏まで待とうかなとか、だいたい2月ぐらいに新色出ると思います。待とうかなでもいいし、2月はねちょっと明るめの色出てくるからね、俺あんま好きちゃうねんなっていう方もいらっしゃると思うから、秋冬のね本命ここなんですわと、ここの色待ってたんですわっていう方も多いと思うので、これが7位ということでランクインしておりました。次は第6位に行きたいなと思います。では今年の秋冬に欲しいもの第6位というのがですね、こちらマウンテンダウンジャケットになっております。これはですね、2017年から出たモデルなんかな、だからまだ4年とか5年目とかぐらいになってて、結構ノースウェイスの中では新しい方のモデルになってると思うんですけど、それでもやっぱりずっと人気ありますよね。でっていうのもね、今年ね、なんか新色でね、ちょっと赤っぽい色かな、なんとかワインみたいな色がね、確かこのマウンテンダウンジャケットでも出てるはずなんですよ。バルドルでも出てたんかな、なんか忘れたんですけど、その新色が出てたりとかするし、なんせね、これゴアテックスっていうのを使ってるからね、特にこう自転車乗ってはる方とかバイクの方、バイクがいいかな、バイクの方とかやったら、こう雨とか濡れる可能性があったりするけど、こういう防水のダウンジャケットってめちゃくちゃ重宝するじゃないですか。やっぱりダウンってね、濡れたらあかんって思うから、こう傘とかさせるんやったら、雨の日とかでもね、全然ダウンジャケット着て濡れても、濡れるダウンジャケットっていうんかな、防水じゃないダウンジャケット着ててもいいと思うんですけど、雨バイクの時とかってね、もう傘さしてられへんでしょ。傘さしたらこう逆向いてパーンなっちゃうからね、やっぱり防水のダウンジャケットってめちゃくちゃ重宝できると思うので、そういうところで、これはハイスペックモデルやねんけども、結構日常で使う人が多いんかなというところでね、これ6位になったんかなと思います。僕自身もね、2018年にこれは買ったモデルで、思い入れのあるダウンジャケットにはなってますわ。一回着ときましょうか。ただね、バイク乗る方とかやったら注意された方がいいと思うんですけど、この首元がね、やっぱり結構空いてるっていうことで、ネックウォーマー入れたりとかね、シアンとちょっと首寒いかなと思ったりするんですけど、こんな感じだとどうですか、バイクとかやったらね、全然いい感じじゃないですか。でここベルクロなってるから、こうグローブはめてベルクロをつけてギュッて締めてあげたら、この隙間からもね風入ってこうへんくなってるし、さらにね、この後ろのところがね、ちょっと着丈長めに設定されてるんですよ。これわかるかな、着丈長めに設定されてるから、こう腰曲げた時とかでもね、あんまり風が入ってきづらい。で本格的なバイク乗る方はね、多分ライダースジャケットが着あると思うけど、原付乗って移動するとか、ちょっと小型の 125cc で通勤してるとかっていう方やったからね、これぐらいの着丈あれば全然腰から入ってこへんから、マウンテンダウンジャケットっていうぐらいから、やっぱり外で使う方にはほんまに重宝できるようなね、ダウンジャケットかなと思います。あんまここで喋りすぎると、次ダウンジャケットのレビューするときにあんま喋られんの、なんかこの辺終わりますわ。で次はね、第5位に行きたいなと思います。では第5位というのが、
こちらデサント水沢ダウンになっております。まあこれマウンテニアというモデルで、一番水沢ダウンの中ではいいモデルやったんかな、ちょっとはっきり覚えてないんであんまり的なこと言えないんですけど、まあまあいい値段しました。の先のねマウンテンダウンジャケットの倍ぐらいしたんかな、そんなしないか、すいません嘘言いました、11万ぐらいでした。これね11万ぐらい、マウンテンダウンが6万ぐらいだから7万かな、ちょっと忘れたけど、まあこれが11万ぐらいということで、これもね実はゴアテックスではないんやけども防水なんですよね。だから僕個人的には街中で着てくださいってよく言うんですよね。都会の方ほどこの水沢ダウンのスペックが活かされますよと。それはなんでなのという話になってきたらですね、まあ一回ちょっと着させてもらいますね、僭越ながら。ここはパッて着るじゃないですか。でまあこう生地自体がねちょっとマットな質感やから、ちょっと私服でスーツの上とかにパンっていける時もスーツの上でもいけるし、私服できる時ももちろんいけると。でさらに電車とか乗っててやっぱダウン着てると暑いじゃないですか。ほんならここのね脇のベンチレーションピュッて開けてあげたらね、こう中の熱がヒューって逃げていくんですわ、こんな感じでね。だから着た状態で温度の調節ができると。でも表側にもねベンチレーションっていうのがあったりするから、このダウンジャケット着てて暑いはずやねんけども、こう蒸れやすい脇の部分とか胴体の部分の熱はしっかり逃がしてくれたり、あと寒いなと思ったらギュッて閉じてしっかり保温してくれたりっていう、その場その場での着方ができるんですよね。だからまあこの水沢ダウンは都会の人におすすめなんよと僕は言い続けてるんですけど、まあ、そういったダウンジャケットになってます。まあ、ただねサイズ感的にもねちょっと何て言うんですか、日本規格のサイズ感やからかもしれないんですけど、若干ちっちゃめっていうんかな、そんなにゆったりしてる感じではないんですよね。まあ、ダウンジャケットやからスリムになってる方がより保温性は高いんやけども、まあ、ちょっと思ってるよりスタイリッシュやなっていうかね、まあちょっと細めかなって。まあ元々このスポーツブランドというかね、バンクーバーオリンピックのね日本代表選手用として開発されたダウンジャケットから始まってるからね、やっぱこうスタイリッシュというか、まあスポーツテイストな感じやから、まあ、ちょっと筋肉質な人とかちょっとまあスタイルのいい人なんかはまあバチバチに合いますよね。これバチバチっていう表現が合ってるのか分からんけど、シュッてね締まるような感じになってて、まあトレンドとか関係なく本当にスタイリッシュにシュッて着たいんやったら、まあこういう水沢ダウンなんかは5年後10年後でもあんま時代にそういう左右されることなく、ワイド流行ってますよねとかスリム流行ってますよねとかそんなもん関係なく、わしはこれなんですわ言って着れるジャケットかなと思うので、まあこれがね第5位ということになってました。次第4位ですね。第4位に行きたいなと思います。では第4位というのがこちら、ノースフェイスのビレイヤパーカーという、ダウンジャケットになっております。でこれがね知らない、ご存知ない方もいらっしゃるかなと思うんですけど、なんでこれ人気なんていう方もいらっしゃると思うんですよ。でその理由としてはですね、実はこの、まあ、僕ずっと言い続けてるんですけど、この中のダウンの綿と外の表面とか考えたら、あの大人気ジャケットバルトロライトジャケットとほぼスペック同等なんですわと。ほんでそれでいてシンプルな設計やから女子も着やすいし男子も一緒に着やすいなんていうことでね、こう一般的にはみんなバルトロにバーッと流れていくんやけども、この何人かはねこうそれを見ながらね、いやちょっと人と違う方がいいな、あビレイヤちゃんあるじゃないかっていうことでこうやってひっついていくんですけど、こう分かる人には分かる、でも流行を追い求めたい人はバルトロに行っちゃうみたいな感じのね、あのツムな人が欲しがるようなダウンジャケットっていうのがこのビレイヤパーカーなんですよね。知らんけども勝手に言うてるけどねそんなことで僕そう思ってるので一回着てみましょうか。だからねパッて見てもらったらね、なんかノースフェイスって、まあ、ロゴはもちろん入ってるからあれやねんけども、こうなんてあ綺麗めな感じでもいけそうな雰囲気出てるよねなんて言ってね、スラックスとかパッて合わせてもね、あこのジャケットはいけるんちゃうかなと。こうバイカラーのねこう2色展開のノースフェイスいつもあるじゃないですか。あれやったらちょっとまあ綺麗めはちょっと難しいけど、まあカジュアルっぽい感じ、アウトドアっぽい感じになるけど、こっちやったらあ綺麗めでも都会の街中でも合わせれるし、こう田舎行っても合わせれるんちゃうかななんて思わせてくれるようなねダウンジャケットっていうのがこのビレイヤパーカーになってるかなと思います。ただ僕個人的にやっぱ気になるとこって言ったらね、やっぱこの、まあ、グローブするのが前提でこのビレイヤーってい う, こうクライミングに作られたりするっていうのもあって、この袖口が若干甘いんですよね。だから風が入ってくるというかちょっと気になったりするので、もうちょっと僕はキュッてしまってるぐらいの方が好きなんですけど、これ僕のね話の動画じゃないから皆さんの、アンケートやからね、僕のことは適当に言ったらなんかあれですけど、これが第4位ということになってました。では次ね第3位に行きたいなと思います。第3位が意外とあれが来たんですよねなんていうね、第3位こちらです。ズドン、お待たせしました。バルトロライトジャケットということで、もうこれはもう皆さん知ってますよね。僕のこのチャンネル見てくれてて、バルトロ知らんっていう方は多分いらっしゃらないと思うんですよ。あ、ノースウェイス、あの雪だるまみたいなモコモコしてる、よく街中見るやつねって、そう、その通りってことなんですけど、まあこれは本当に安定的な人気ありますよね。まあ今年何色出るんかなみたいな感じで皆さん気にされてたりとか、あとは去年と違うサイズ感でちょっと着てみたいから、ちょっとワンサイズ上げて買ってみようかな、ワンサイズ下げて買ってみようかななんて、まあそういう感じのね、まあ、ノースフェイスといえばザ、このジャケットみたいな感じの、もうほんま定番のね、あのあれになってきたんかなと思います。あれってどれかわからんけども、そういうジャケットなんで、ちょっと一回着てみましょうか。
実はね、これはね、僕のバルトロはね、2017年に買ったやつだから、もう結構前なんですよ。やけどね、それでもまあまあ、まだまだ現役ですわ。やっぱバルトロといえば、この腕のパンパンのボリュームね。僕は確かこれ M サイズで着用してると思うんですけど、ほんまに体がね、布団に包まれてるような感じ。寝袋とかっていう感じが多分こんな感じなんでしょうね。僕寝袋寝たことないから分からんけど。まあ、これさえあれば、北海道も行けますせと思わせれるようなね、ジャケットになってて、これ以上ゴアウィンドストッパーってやつなんで、多少のね、小雨程度だったらいけるから、まあ、これでバイク乗ってはったりする方もいらっしゃるんやけども、ただこれに関してはね、ちょっと気をつけた方がいいのが、バイクって前傾姿勢になるやつはね、これ結構着丈短いんですよ。せやから、こう前に行くとね、ちょっと腰見えちゃったりするかもしれんから、あくまでこうショート丈で作られてるっていうところで、バイク用としては僕はあんまおすすめしないんですけど、まあ、どっちかっていうと、ほんまに普通にジャケットとして着ちゃうと。で、ショート丈のジャケットとして着ちゃう分にはいいんですけど、こう運動するってなってくるとね、まあ、もともと動きづらいっていうのもあるし、そもそも着丈短いからこう上がってくるっていうのもあるから、まあ、運動とかするんだったら他のジャケット、マウンテンダウンとかの方が、バイクとかはね、いいと思うんですけど、あとまあ、さっき言ったビレイヤーとかもね、運動用として作られてるというか、あれやからまあいいんかなと思うんですが、まあ、そんな感じで、まあ、普通に街中できる分にはね、こういうのはいいんかなと。まあ、水沢ダウンとかと似てるかな。はい、こちらがバルトロライトジャケットになってます。今ね、カスタムとかもできるらしいんですよね。だからそれこそ大阪と東京にあるんかな、ちょっとわからへんけど、確かその2店舗しかないと思うんですけど、その141カスタムかな、なんかなんて読むんかわからんけど、そのカスタムがあって、その色のカスタムができたり、さらにそのサイズのカスタムもできたりするらしいので、まあ僕もね、一着ちょっと作ってみようかななんていうふうに思っておりますので、ただちょっと時間かかるらしいんでね、もしかしたら今年中に紹介できるかどうかわからないですけど、まあまた来年になるかわからんけど、まあ一回ちょっと作ってみようかななんていうふうに思っておりますというのが、こちらバルトロライトジャケットサインですね。次は第2位に行きたいなと思います。第2位がこちらです。マウンテンジャケットということで、こちらにちょっとないんですが、すみません、ちょっとね、自宅の方に置いてるということで、ここにはご用意できなかったんですけども、マウンテンジャケットで言えば、もうノースフェイスのもう一番の元祖、今やそれはバルトロやとかマウンテンライトやとかって言われてるけど、もともとは何ですのと、もともとあんたんとこ何ですかってなったら、まあ、例えばファミレスで言ったらね、ガストって言ったらハンバーグじゃないですか。まあそれは今でこそね、なんか意外とコーンのピザがうまいんよとかね、やっぱりコーンスープって安心するよねなんて言われてるんですけど、いやいや、もともとはハンバーグですよねと。もうハンバーグから派生してもいろんなものに変わっていって持ってるじゃないですかと。でも元を見返せばそうなわけで、まあ、もっとね、服に寄せていくと、パタゴニアもそうですよね。パタゴニアって言ったら、もともと何ですのと。今それはサーフィングッズとかバギーズショーツが言われてるけど、もともとは何ですかって言ったら、やっぱりシンチラのフリースなんですよね。あれはフリースが元祖のやっぱパタゴニアですって感じなんですけど、ノースフェイスで言ったらこのマウンテンジャケットがもう元祖の元祖なんですよ。そして元祖にして最強だからね、もう最後もし仮にノースフェイスが来る時があったらね、我が生涯に一片の悔いなしって多分言うと思うんですけど、それぐらいほんまに確立されたジャケットってことなんで、まあ、これは僕の視聴者さんらしいと言いますか、まあ、僕の考えが丸々反映してる感じするんですけど、まあ、このマウンテンジャケットが第2位ということになってました。ちょっとここにはないんですけどね、お許しくださいということで、次第1位に行きたいなと思います。では第1位というのがこちら、ヌプシジャケットになっています。もうこれは完全にタクゾーの視聴者だよねと。これタクゾーの視聴者じゃなかったら、今さらヌプシはなんでなんてなるところやねんけども、僕の去年の動画、今年の動画かな、ちょっと冬の動画見てもらったら分かると思うんですけど、もうノースフェイス、いろんなノースフェイスのダウンジャケット僕持ってる中で、どれが一番あったかいかっていうのを実際着てみて検証したんですよね。その中で最もあったかかったのは、ヒマラヤンパーカーでもなく、バルトロでもなく、ビレイヤーでもなく、マウンテンダウンでもなく、そう、このヌプシやったんですよ。ヌプシが一番あったかいのと、意外ですねっていうことなんですが、そうなんですよねってことなんで、今ね、いろんな雑誌見返しても、多分このヌプシがフューチャーされてることおそらくないと思います。だからこんだけヌプシがフューチャーされてるのって、このチャンネルしかないんよと。やけど逆に言うと、このチャンネルを知ってある方はどれが一番あったかいか知ってるんよということでね、まあ、そういう理由でこれが1位になったんちゃうかなと思います。だから他のアンケートで、例えば雑誌とかで撮ったりしたら、絶対1位には上がってこへんと思うんですけど、まあ、うちのチャンネルらしいなということでね、皆さんいつも見てもらってありがとうございますというところで1位になっておりました。ということが、2021年の秋冬の欲しいものということで、皆さんにご協力していただいて、今回動画が撮れたということなんですが、僕自身もね、こうやってアンケートを取らせてもらったら一つ参考になるのでね、あ、そんだけ皆さんやっぱヌプシ興味あんねんなと思ったら、やっぱヌプシの色違い買おうかなとかって僕も思うしね、まあ、本当にありがたいアンケートやったなというふうに思います。ということで、本日はですね、2021年秋冬欲しいものアンケートを取らせていただいたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。